皆さんこんにちは。今日の失得はボクシングとプロレスのリングの違いです。ボクシングとプロレスのリングは似ていますが、実際には全く違うものです。まず大きさの違いです。ボクシングのリングは 6.1 メートル四方ですが、プロレスのリングは6メートル四方です。次にマットの硬さが違います。ボクシングではダウンした選手が頭を打って怪我をしないようにマットは柔らかく作られています。プロレスは投げられても受け身を取ることができるため、マットは硬く作られています。最近はゴールデンタイムにプロレスの番組放送してないですね。なんだか寂しい気がします。